こんにちは、和田由美です。今日の姫ご飯は甘酒桜ゼリーを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回は春らしいスイーツですねなんかね、やっぱり桜の塩漬けを入れるとね、一段と春っぽさがアップします。で、ここね、牛乳とあと甘酒を入れて、でお砂糖ちょっと加えたんですけど、味を見てね、甘酒の甘さによってお砂糖の量って変わってくると思うので、味を見てお砂糖は入れてあげてください。で、まず最初に、甘酒のねゼリーの方を固めていくんですけど、最初にね、ちょっとこういう泡とかは最初にスプーンとかで消してあげてから冷蔵庫で冷やしていきます。で、その後、桜の塩漬けの塩抜きをしていくんですけど、大体20分ぐらいね、塩抜きしてから使っていきます。で、今回はもう桜の花びらがね、ファーって舞い散るようなゼリーを上に乗せていきたいなと思っているので、この花びらの部分だけ使っていきます。なんで切るときは本当に茎の部分はしっかり切ってあげて、上の花びらだけ残して使っていくような感じです。で、そうそう、ゼラチン入れて、この時のお砂糖もちょっと自分でね、味を見て好きな甘さにしてあげると良いと思います。で、これでラップをして冷蔵庫で冷やして完成です。できました。なんとも春らしいですねでは味見していきます。ではいただきます。桜の風味が広がってとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。このね、断面も美しいし、なんだろう、やっぱりこの桜が舞い散ってる感じが、なんとも春を感じさせてくれる一品ですね